さて、175回目ということで A Song For You という歌を取り上げます。 The Carpenters が1972年に歌った歌です。この歌詞の意味とか文法発音を見ていきます。さて、今回こそ軽く流せるんじゃないかと思うんですけども、そう言いながらいつも1時間ぐらい長くなってるでしょうんですが、さて A Song For You、 あなたのための歌、あなたのために一曲という感じね。 A Song For You、 あなたのために、あなただけのためにね、一曲歌うよというような、そんな歌ですけど、この歌は実はものすごくたくさんの人が歌ってて、27グループが歌ってるんですよね、実はウィキペディアによるとね。で、The Carpenters だけの歌じゃないんですよね。で、ものすごくたくさんの人が前に歌ってて、ね、3番目じゃなくて実は7番目ぐらいなんですよね。で、例えば1970年に一番最初にね、リオン・ラッソーが歌ったんですって。ほんで、シェア、有名なシェアっていうのか、シェアっていうものか知らんけど、フランス語式に読むとシェアですけどね、英語式に読むとシェアなのかな。あの例の有名な人とか、The Carpenters は1972年、 Whitney Houston も2009年、 Ray Charles のあの有名な1993年に歌ってるんですよね。その他ブワーッと27グループも歌ってるんですよね、だからよっぽど愛されて歌ってるね。で、The Carpenters も綺麗に歌ってるので、まあ一応見ておきたいと思います。さて、I've been so many places in my life and time ですね。I've been so many places。 これは I've been in があると思ったらいいですね。 I've been in so many places in my time and in my life and time。 で、この in はじゃあなぜ省いてあるか、これはいつも言うようにリズムを第一に考えるために in を抜かしても構わないと、あえて抜かそうと。これはポエティックライセンス、すなわち私的許容という考え方から in をわざと省いたんですね。ですから、もし会話とか、小説の中では I've been in so many places と言うでしょうね。で、私はこの人生でね、人生、そしてこの、私の人生と時間の流れ、中でって言ったら、普通は、in my life とだけ言うのかな。この untime はいらないような気がしますね。普通の英語だったら。多分そうじゃないかと思うんですけど。で、ここでは untime をつけた方がリズムとか語呂がいいと思って、この歌ではそうしたんでしょうね。で、私の人生ではね、私のこの今までの人生で、いろんなとこ行ってきた。というわけでね、いろんなとこ行ってきた。で、I've sung a lot of songs, I've made some bad rhyme. で、いろんな、たくさんの歌を歌ってきた。で、そして、いくらかその、韻を踏まそうと思ったけど、下手な韻を踏んでしまったとかね、いうような意味でしょうね。下手な、韻を踏まそうと思ったけども、その韻はうまくいかなかったこともあったということで。ところでね、time と rhyme はこれ一応、なんだよ、rhyme してますね。それから time、ここのね、time、time というのはね、なんだよ、time というのは、普通の標準的な発音では、time、I、time ですけど、time という、カレン・カーペンターはね、よく歌を歌うときに、タイムの代わりに、タイムに近い発音をしてますね。すなわち、タイム。これ、標準的な発音ではタイムですけどね、タイム。それは、タイムのように発音している時がよくあります。その他にいろんな I という発音が一般的に、ね、例えばただ単に私という意味の I でも I に近い発音している時がよくあります。それから
いろんなね、他に愛という発音がいっぱいありますよね。それがえに近い発音してる時がよくあります。これはキャロリン・カーペンターだけじゃなくて、あの一般的に南部の人がよくそういう発音するんですけどね。アメリカの大統領は誰やったかな、クリントン、ビル・クリントン、ごめんなさい、ビル・クリントン、ビル・クリントンね、ビル・クリントン、あの元の大統領もタイムの代わりにタイム、あ、ちょっと南部っぽいね、はずね、タイムという時がありましたね。それからあの南部の人はよくそうするんですけども、キャロリン・カーペンターは南部の人じゃないですよ。むしろ北部の人とかね、もともとカネディカットですから、ニューヨークよりもさらに北部ですね。それから今度はロサンゼルスに13歳の時に移ったんですけども、ロサンゼルスでまたずっと育ったと。だから南部の発音が混ざったとは考えられませんけども、もしかしてキャロリン・カーペンターの特有の発音なのかもわからないし、ちょっとその個人個人でちょっと癖がありますよね。そのキャロリン・カーペンターズ独の癖というか、その個性ある発音なのかもしれないし、あるいはこの歌の中でね、やっぱタイムと普通にタイムという素直な発音するよりはタイムと発音した方が、I じゃなくて A に近い発音した方が綺麗だと感じて、リチャード・カーペンターがそういう風に歌ってくれよという風に、キャロリンに対していつも指示してたのかもしれません。ちょっとわかりませんけどね。で、キャロリン・カーペンターが普段の喋る時、普通の喋る時にどういう I を、どういう風に A と発音してたかどうか、ちょっと僕はキャロリンのインタビューあんまりね、聞いてないというか、あんまりないんですよ。あんまり YouTube 見てもあんまり出てこないですよね。キャロリンの歌声はもうしょっちゅう聞かれ、あっちこっちで聞いてますけど、インタビューで喋ってる時はあんまりそんなたくさんないような気がするんですよね。ですからまだちょっと僕はよくわかってません。インタビューではどういう風な発音してるかよくわかってませんけどね。よくわかってないんですけどね、僕はね。これはタイムのように発音してます。こっちのライフはどっちかちょっとライフ普通に発音してたような気がします。で、次。I've acted out my love in stages ね。私はね、自分の愛情をね、徐々に、ちょっとずつ徐々に自分の愛情を演じて見せてきたのだと。With 10,000 people watching 何々の時に。これは with 10,000 people watching ですから、これは with という前置詞を使った、何だったっけ、 with を使った付帯状況という文法事項なんですよね。で、これの with の使い方をわからない人はジーニアス英和辞典で、with という前置詞を使った付帯状況という項目を見れば辞書に載ってます、使い方がね。で、ですから、1万人の人々が見守る中で、見ている中で、その観衆が見る中で、徐々にちょっとずつ段階的に自分の愛情を演じて見せてきたのだと。だからこの人はスターだからね。まあこれはおそらくカレンとかリチャード・カーペンターとかいろんな歌い手さんとかが自らの今までの人生そのものね、ステージでいろんな人の前でみんなの前で歌ってきた自分の経験をそのまま歌にしていると、スターとしての自分の人生を歌ってると考えてもいいですね。ですからカレンの人生と、まあ、ダブらせて考えると、カレンがこういうふうにね、1万人の中で徐々に自分の愛情を演じて見せていた、もちろんあれですね、愛情の歌、愛の歌を歌ってるときは、自分の愛情を、自分が愛情を込めている、その愛情を演じてみせたんだと、その歌の中にね、歌の中で歌を通して自分の愛情を演じてみせたんだというようなことを言ってるわけですね。で、しかし、でも、we're alone, but we're alone, and これ、we are alone,
But we are alone というふうにも発音できますけども、ここではこの歌ではね、We're alone, we're alone というふうに、Karen Carpenter は歌ってるように僕には聞こえます。But we're alone now and I'm singing this song for you ですね。でも、私たちは今、二人だけだし、この alone というのは二人だけ、三人だけ、四人だけ、あるいは一人だけかもしれないけども、ここではまあ二人だけっていうことでしょうね。でも今は、私たちは二人きりで、I'm singing this song for you. あなただけのためにこの歌を歌ってるのよということですね。これはまあ、仮にキャレンが女性として男の人のために歌ってるとしたらと思いながら僕はこのね、歌を聴いてますけども、もちろん違う解釈をしても構わないわけですけど、男の人が女の人のために歌ってるかもしれないし、女の人が女の人に、男が男に、ね、歌ってるかもわからないわけですね。この for you はあなたじゃなくて、あなた方々、あなたたち、たくさんの人かもしれないですね。それいろんな風に歌え、解釈できると思いますね。というわけで、私は一応二人だけだと考えて、しかも女が男に対して歌ってるものと僕は勝手に解釈してきますけど、今は私たち二人きりで、で私はね、あなただけのためにこの歌を歌ってるのよと。だから私はね、スタートしていろんなところへ行って、まあ、コンサートツアーなんかでもういろんなところ行ってきて、日本も行ったしね、まあ、キャロリン・カーペンターの場合は日本にも行ったわけですけど、日本とかね、いろんなところ行ってきたと、この人生の中でね。でいろんなたくさんの歌を歌ってきたと。で、まあ、下手な韻の踏み方もしてきたと。で徐々にね、私は1万人の人が見守る観衆として、観衆というか聴衆に対して歌ってみせるときに、ちょっとずつね、自分の愛情を歌に託して、自分の愛情を演じて見せてきたんだと。でそういうようなことは、私は他人に対してこういうことをやってきて、ただ単に愛情を演じただけなんだと。でもね、今ではね、私たちはたった二人きりでここにいるから、まあ、個室でね、二人だけでいるからね、私はこのあなただけのためにね、この歌を今歌ってるのよ。だからこれは本物なんだと。観衆の前で1万人の中で歌ってるのは、あれはただ単なる演じてただけだと。今私はあなたのために本気で歌ってるんだよと。だからこれは本物よと言いたいでしょうね、うん、次、もちろんこれはキャロリンが書いた歌ではなくて、キャロリンの前に、ね、別の人が書いたんですけどね。でもキャロリンがこれを歌ってる時に、そんな風な思いを託して歌ってるんじゃないかと想像しながら、僕は今ちょっと、訳してますけどね。でごめんなさいね、ずるずる言って。で、I know your image of meis what I hope to, I know your image of me is what I hope to be というようなメロディーかな、私は知ってると、分かってると、あなたの私に対して持ってるイメージは、私がそうありたいと思っているような姿なんだということを。どういうことかというと、私ここで歌ってる私はスターなんだ。あなたはまあ普通の人かもしれない。普通の人って言ったら、ね、結構有名な人かもしれないけど、私が大スターなのに比べたら、あなたはまあちょっとね、普通の民間人だからね、そこまで有名じゃない。で、私を愛してくれてる。しょっちゅう一緒にいてくれる。で、あなたがね、やっぱり私はスターだから、あなたはついついね、遠くから一人の観客の一人として、私に対してついつい高いイメージを持ってしまっているとね。
なんかキャロリン・カーペンター例えば大スターだからね、僕らとしてはなんか女神みたいに見えますよね。そのがマイケル・ジャクソンとかね、いろんなすごい人いますよね。なんかついつい神様のように思っちゃいますよね。そういうのを考えたらですよね、これ私という大スターに対してあなたが持っているイメージはね、私がそうなりたいと思っているそういうものなんだと。だからちょっとレベルが高すぎると私に対してすっごい高いイメージを持ってしまっていると。だからちょっと私としてはちょっとついていけない、実際の私はもっとこう低いレベルにあってね、私はそんな完璧な人間は女神でも何でもない普通の人間なんだと。できたらねそういうふうなすごい高いレベルの人間になりたいけど、それがね清らかな人間になりたいけど、でもそれは無理なのよということを言いたいんじゃないかと僕は思ってるんですよね。 I've treated you unkindly but darling can't you see ですね。 Can't you see、 ちょっと待ってね、ああそう、 Can't you see の後にまだ続いてますね。 See の後の目的語がこれですね。 See that there is no one more important to me で、ここで period となるでしょうね、普通だったらね。ですからここでね、 I know your image of me is what I hope to be、 ここで period となって、ここでセンテンスが終わると考えたらいいですね。次、I've treated you unkindly, but darling, can't you see? の後に、この後にまだ続くんですね。That, how, there's no one more important to me. で、ピリオドとなって、ここでセンテンスが終わると考えたいですね。私はあなたをね、まあ、不親切に、だからもう連れなくあしらってきた。だからちょっと、邪険に扱ってきたというかね、あんまり大事にしてこなかった、あんまり優しくなかった、あなたに対してね。でもね、ダーリングと言ってるからやっぱり、ダーリングと言ってるからやっぱり恋人なのかな、二人はね。ダーリング、恋人以外の時にダーリングって言うんでしょうか、僕ちょっとよく分かりませんけど、僕が知ってる限りではダーリングと言ったら恋人同士の時だけ使うような気がします。うん、そう思いますけどね。だから恋人同士だと一応解釈しておきましょう、やっぱりね。でしかもキャロンが歌ってるから、キャロンが女、そして相手が、しかもキャロンはヘテロセクシュアルですから、キャロンの相手は男というふうにやっぱり想定したいと思います。で相手が男だと考えて、で Can't you see、 こういうことがあなたにわからない、わからない、There's no one more important to me. 私にとって、さらにもっと大事な人、あなたよりももっと大事な人なんていない、ということがわからないということですね。私はね、あなたのことをちょっと邪険に扱ってきて、ちょっと釣れなくて、冷たかったかもしれないけどね。ねえ、あなたほど大事な人はいないのよ。わかる、という、わからないの、ということでね。で次、ダーリン、またダーリンと来てますね、ダーリン。でこの後に普通だったらコーマとなりますね、ダーリン。ですからここもコーマとなりますね。ちょっと待ってね。ここのバッコーマ、ダーリンコーマとなるでしょうね。で次、ダーリンコーマ、Can't you please see through me? でこの後に、待ってくださいよ。Can't you see through me? ほんで、この後もまだ続くと。Cause you're we're alone. Darling, can't you please see through me? Cause we're alone now and I'm singing this song for you. あれ、メロディー忘れました。で、この後にクエスチョンマークがあると考えたらいいですね。Can't you see, please see through me?Cause or because のことですね。Because we're alone now and I'm singing this song for you. これクエスチョンマークですね。あなた、お願いだからって感じですね。Please がわざわざついてるから、お願いだから、
ね、後生だから、あの、私のこと見抜いてよと。見抜くことはできないの？ちょっとあの、相手は、まあ、怒ってるかもしれないですね。それから、ちょっと、ね、ちょっと今、口論してるのかもしれない。Can't you という言い方してますからね。Can't you please? しかも、please をつけてますからね。Can't you please see through me? とかね。Can't you see? って言ってますからね。わからないの？っていう具合に、ちょっとやっぱり、相手がなかなか分かってくれないからね、私のことを。分かってくれないから。とも分かってちょうだいよ、本当にもう。とか言う具合に言ってるように感じます、僕にはね。もしそうじゃないってかったらね、Can you please, can you see through me? とかね、Can you ぐらいでしょうね、普通だったらね。こういうこと、あの、私の気持ち分かるという具合に言いたいときは、Can you って言うでしょうね。Can you see through me? Can you see through me? とか Can you see there's no one more important to me? というふうに言うでしょうね。でわざわざ Can't you? と言っています。Can't you? しかも Please をつけて Can't you please see through me? と言っています。ですから相手が私主人公というかこれを歌ってるポエットのね気持ちをなかなか分かってくれないから本当分かってちょうだいよ私は言葉は拙いしあれだけど、まあね、確かに私は今まであなたに対して冷たかったかもしれないけどね言葉にならないような愛情を今まで私はあなたに対して持ってたのよ分かってちょうだいよというような感じねあれむしろ質問口調でなじるように言ってるように思いますねだから今までちょっと口論してたちょっと喧嘩してたじゃないかとで私のこと見抜いてちょうだいよと私は表向きはちょっと冷たそうに見えるかもしれないけどあなたのこと I love you なんてあんまり言わなかったかもしれないけどね実は本当にあなたのこと、ね、大事に思ってきたのよで cause because ですねこの cause のように、こういう上に英語ネイティブが because の代わりに cause って書いたり言ったりするからといってやたらに cause ってあの外国人ろくに英語がうまくもないのにね cause って言ったりする人がいますけどもそれはやめた方がいいと僕は思いますで軽薄に見えるだけですからね because ですね次、because が B をよく省略するんですよね。省略っていうかね、昔からそれは何百年も前からこういう傾向があったみたいですね。その、省略するというよりはもう、cause だけで、because という意味になる。cause だけでね。あの、まだ別の言葉があったんですよ、元からね。because とも言うし、cause とも言うと。cause だけで、because という意味になると。で、because って書いたり、B を省略してるんだということを表すためにアポストロフィーコーズと書くときもあるし、初めから何も書かないでコーズと書くときもあるし、こういうようにカーズ、カーズって発音するときもあるから、こういうようにカーズって書いてある、コーズって発音するときもあるから、こういうふうに書くこともある。こんないろんなバラエティがありますけどね。ここら辺はなると、こう、よく漫画に、こういうようにね、漫画とか、あの、それから、普通のなんかメールとかね、YouTube 上のなんかちょっとあのちょっとばかり軽薄な人たちの書く英文の中にはよく出てきますねまあそのことをいちいち書くこんなこと書く人はちょっと軽薄な感じするようにしますけどもただTwitterの場合はねあの字数が制限されてるから字数をあの少なくするためにわざとこういうように書く人もいますねあの教養のある人でもねわざとこんな風に書く人もいますでこれはわざとであってね。あるいはちょっと悪ぶってる様子とか、ちょっとわざと崩した口調を再現したいから、わざと書く人もいますね。かなり、礼儀正しい人でもね。礼儀正しい、あるいは教養のある人でもね。ところで、何だったっけ But we're alone now and I'm singing this song for you でしょあれちょっと待ってこれじゃないなこ
曲でした。Cause we're alone and I'm singing this song for you。 あの、私のこと見抜けないの、私のね、本当の気持ちを見抜けないの、なんでかっていうと、私たちは今二人きりで、この歌をね、あなただけのために特別に歌ってるんだから、だから見抜いてちょうだいよ、本当にもっというわけですね。私が今歌ってるのはね、普段は1万人の中で世界中で歌ってきたけどね、一人だけのために歌うことなんか私ないのよと。今ここであなただけのために歌ってるということは、私の気持ちがそこにこもってるということじゃんかというようなことを言ってるわけですよね、ここでね。そういうこと、特別なんです、だからもう分かってちょうだいよというわけで、何だったっけで、あ、そう、ここでね、 unkindly、 普通だったら unkindly、 unkindly、 I kindly、 I ですよね、この発音はね。それは A のように発音してますね、あのキャロン・カーペンターの歌声を聞いてるとな、ね、I've treated you unkindly、 unkindly に近い発音してますね。ちょっと僕うまく発音できませんけどね、キャロンの発音をそっくり真似はできませんけど、unkindly、 unkindly に聞こえます。こういうふうに I を A のようにしょっちゅうキャロン・カーペンターは言い換えてますね。次、 You taught me precious secrets of the truth withholding nothing. You came out in front and I was hiding. But now I'm so much better. And if my words don't come together, listen to the melody, cause my love is in there hiding. え、ちょっと待って。メロディーむちゃくちゃですね。ごめんなさいね。で、You taught me precious secrets。 あなたはね、私に教えてくれた大事なこと、大事な秘密をね。だから、あなたはね、自分の持ってる秘密、普通は人に対して言えないようなことを、大事な秘密をね、私に教えてくれたと。Of the truth、 本当のことをね、 withholding nothing、 何も包み隠しなしにね、何もかもっていうか、大事な、自分が持ってる大事なね、秘密、恥ずかしい秘密とかそういうものを大事に、包み隠ししないで言ってくれたと。 You came out in front、 あなたは前に出てきてくれたと。 And I was hiding、 ところが私は隠してたと。私はこうやって隠し、ね、私は秘密を言わないであなたに対してちょっと隠し事をしてたのに、あなたは全部言ってくれたと。 But now、 でも今はね、 I'm so much better、 以前と違ってて、私は今はずっとずっと前よりもいい人間になったんだと。で、And if my words don't come together、 それでね、もし私の言葉がね、まとまらなかったら、これ come together はバラバラのものがこう一つにまとまることですよね。だから私の言葉がね、バラバラのままで一つにまとまってなかったらということですね。すなわち、しどろもどろで言葉がね、うまくまとまってなかったら、きちんと私が自分の気持ちと、口に出して言ってなかったらね、Listen to the melody。 メロディー、私の歌のね、メロディーを聞いてよと。 Cause my love is in there hiding。 なんでかというと、私の愛、あなたに対する愛情がね、その中に隠れた状態で存在しているからだということですね。だから、もし私の言葉がね、しどるものとかあって、私に対して、あなたに対してする気持ちとか、いろいろ私、言葉に対して表現しようと思ってるけど、私、ちょっと言葉で物を言うの下手だから、で、自分の本心を包み隠さずに、正直に言うのが下手だから、ついつい、言葉がしどろもどろになってまとまったことを言えないかもしれないけど、その時はね、私の歌のね、メロディーを聞いてちょうだいよと。というのは、私のね、歌の中に
私のあなたに対する愛情はね、隠れて中に存在してるからと。In there ね。In there っていうのは、In the song というか、In the melody ということですね。そういう場合に In there とよく言いますよね。例えば、Go in there。Go into that room という代わりにね。Go in there とよく言いますね。その中に入りなさいよと言って、Go in there。Go in there とよく言いますね。それとか、There must be something in there. There must be something in there. In that room とか、In that box とか、In that なんとかね。There must be something in that なんとか。例えば、In that box, in that room っていう時にね、There must be something in there という言い方をしますよね。それと一緒ですよ、これ。In there. その中に隠れた状態で存在していると。ね、次。スタンザ4、最後のスタンザに参りまして、あ、ごめんなさい、その前に。あ、その前にですわ。この前のね、ハイディングというのも、普通はハイディング。I, ハイディング。それを、キャロン・カーペンターは、キャロン・カーペンターは、ヘイディング。ヘイディングって言ってるように聞こえますね、僕にはね。ヘイディング。A に近い発音してます。ハイドじゃなくて、ヘイドに近い発音してますわ。I'm、ここの I'm も、M に近い発音してますわ。そういうふうに発音された方が、僕らとしては、やっぱり、綺麗に聞こえるような気がします。だからこそ、わざと、そういうふうに発音してるのかもしれません。そういうふうに発音した方が、綺麗に聞こえる歌なんだと思ったのかもしれませんね。あの、リチャード・カーペンターがあらゆることを指揮してますから、あの、キャロンに対して、そういうふうに歌った方がいいんじゃないというふうにね、あの、指揮して、キャロン、指図を与えてたのかもしれませんね。次。I love you in place where there is no space or time. この場合の I も A に近い発音してますわ。この場合の Love はちょっと Love に近い発音してますね。ちょっとね、I love 普通の I love という普通の発音じゃなくて I love に近い発音してますわ。だから普通とはちょっと違う発音してます。それはそういうふうに発音した方が綺麗だと思ったんでしょうね。で、実際僕らも聞いてて、少なくとも僕は聞いてて、あ、綺麗だなと思いますけどね。ただ綺麗だなと思うけども、最初聞いた時は何て言ってるのかなと聞き取れなかったしねちょっとあの、やっぱりヒアリング全然ダメですから、まだ僕ね、特に歌のね、文句をずっと聞いてたらね、ヒアリングできないですよね。何言ってるのかなって。で、歌詞聞いて、ああ、そういうこと言ってたのかなって。そういうことよくあります。あの、リズムによって、リズムに合わせて歌ってるのをなかなか聞き取られない。リズムに合わせてある歌の文句ってなかなか聞き取りにくい。それと、もう一つは、わざと発音をちょっと変えてやる。これだって、I love って言われたら、ちょっと分かりにくいんですよ。僕にはね。僕には、少なくとも。他の皆さんはどうか知りませんけどね。I love というように発音してたら、何言うてるかなって分からなかったです。I love のように聞こえますわ。I love you in place where there is no space or time ね。これね。で、in place っていう熟語もありますけど、この場合は in the place でしょうね。I love you in the place where there's no place or time。 でも普通は I love you in the place where なんとかとは言わないで、なんていうのかな、普通だったら分からんな。これ訳すと、私はね、あなたを愛、あの、なんていうのかな、空間もなければ時間もないような場所で私はあなたを愛してるっていうのはね、もうそのまま訳すとなんかキザなんですよね。時空間のないようなね、別の次元でね、私はあなたを愛してんだと。かなりちょっとあの、悪く言えばキザですね。でも、これは歌ですから、
で、キザって言ったら悪いけども、キザではないんですよ。普通に言ったらキザっぽく思う人が多いだけの話で、僕自身はキザだと思いますよ。実際僕はよくこういうふうなこと感じますからね。あの、なんか時空間のない次元で僕は生きてるんじゃないかとかいうふうに思ったりね。僕の愛情は普通の愛情とは違って、時空間のないような特別の次元での愛情なんだって僕も思ってますわ。でも口に出したら他の人はキザだって言いそうだよね。で、時空間のないようなそういう別の次元で私はあなたを愛してんだと。で、 I love you for in my life you are a friend of mine。 で、ここでピリオドでしょうね。ここでも I love って言ってるように聞こえますね。ちょっと発音がちょっと違うんですよね。この場合の life でも life じゃなくて laugh。 この time も同じで time に聞こえますというように発音しているように聞こえます。ちょっと発音が違うんですよね。 I が A のように発音しますよ。ここら辺全部ね、ここに印つけたやつは全部で、次、私はあなたを愛している。で、この場合の for は、ね、というのはっていうことね。というのも、すなわち because に近い意味、理由を表す for なんですよね。で、 in my life、私はあなたを愛しているというのも、私の人生においては You are a friend of mine、 あなたは私の友人の一人だからだとね、ということですね。で、普通考えたらね、今までダーリングって言っておいて、ね、なんか恋人同士みたいなことを言っておいて、ここで友人の一人だっていうのはちょっとおかしいなということになりますね。 You are my friend とか You are my best friend とかYou are my、私にとって一番大事な人だってさっき言ってたのにね、A friend of mine ってこれなんかただ単なる友人の一人って言ったらおかしいんですけど、普通の小説とか日常会話ではこんな言い方しないでしょうけどね、このような文脈の中では。しかしここではちょっとおかしな言い方してでも、あのリズムを合わせたかったんだろうと僕は解釈してます。次、 And when my life is over、ね、ここの場合の over、 それから Remember when we were together、 この over と together の最後の r は普通のアメリカ英語だったら over、 together、 両方とも r で、roticize されたあの r ね、すなわち r が響く r over together っていうのが普通のアメリカ発音だし、キャリン・カーペンターも普段はそういうふうに発音してるはずなんですけども、ここだけでは over together、 あたかもイギリス英語であるかのごとく R を響かせてません。ここではね、そういうふうに発音した方が綺麗だと思ったんでしょうね。この歌ではですよ。 When my life is over remember、when we were togetherというように発音しますね。で、そして私の人生が終わった時にはね、こういうように思い出してくれと、私たちが一緒にいた時のことを思い出してくださいよということですね。だからもうすぐもしかしたら死ぬのかなと思ったりするんですけどね。そうでもないかな。元気でまだ若くても、死ぬ時の話を今はもうすでにしてるのかもしれないし、あるいはひょっとしたら死ぬことをよく考えたりもするほど、まあいろんなことで人生をよくいろいろと考えることが多い人が歌ってるのだと考えてもいいかもしれない。まあ少なくとも僕の場合は若い時から20代30代の時からよくこんなセリフ、英語で言えばこんなセリフ、日本語でも死ぬ時にはどうのこうのとかね、60、70になってもうすぐ死ぬという時にはこうこうこうというような言い方は僕自身はそうしてましたけどね。普通の人はあんまりしないでしょうね。普通の人がこんな言い方するということはやっぱりちょっとね、いくらか年取っててね、でもうすぐ死ぬということが分かってるとか、あるいは病気でね、若いけども病気でもうすぐ死ぬかもしれないとかいうことを考えるタイプの人が言ってるのかなと思ったり僕はするんですけどね。どうでしょうかね、そこら辺ちょっと
英語ネイティブじゃないから何とも言えない、はっきり言えないんですけどね、そういうことを想像しながら僕はこれを聞いてますけどね。でともかく私の人生が終わるときにはね、私の人生が終わった後はね、だからもう私が死んだらね、その後ね、残されたあなたはね、私のことを思い出すときにね、一緒にいた時のことを考えて思い出してねと。 We were alone and I was singing this song for you。 こういうようにね、 We were 過去形、 We were alone 過去形、 And I was singing、 ね、過去形になってるでしょ。だからもう死んだ、これ死んだ後だから、もう思い出として過去形になってるわけですね。こういうことを思い出してね、私たち二人で一緒にいた時のことを思い出してね、そして私たちが二人きりでいて、そしてしかもこの歌をね、あなただけのために歌ってたんだということ、その時のことを私が死んだ後思い出してちょうだいねと言ってるんですよね。だからここら辺読むと、この最後の3行あたりを読むと、自分がもうすぐ死ぬということを意識している人がこれを歌っているだと考えることもできますね。僕なんかはどっちかというとそう考えたくなるタイプです。他の人はそんなもん死ぬ時のことなんか考えたくないから、そんな風には考えたくないと思う人も多いかもしれませんけどね。でね、このスタンザ1、最初の方にもう一遍考えてみるとね、 I've been so many places、私の人生、この私の人生においてね、いろんなところに行ってきたという、ね、まるで今までの思い出を話をしてて、まるでこれね、もう自分はもうすぐ死ぬかもしれないっていうふうに考えてるのかもしれないなとも思えるわけですよ。I've sung、 これね、現在完了でね、で現在完了でね、今までこんなことをしてきたと、いろんなことをしてきたと、人生において、特にこの In My Life、 私の人生の中で、ね、こんなことをしてきたと。で今はね、私たち二人きりで、ほんでこの歌をね、あなただけのために歌ってるんだと。でね、私はあなたに対して冷たかったかもしれないけどね、今はもう良くなってね、と、私の性格も少しは良くなってね、あなたのことを大事に思ってるということは、あなたのことを本当に一番大事だと思ってるんだよと。ね。これはね、important to me ね。No one important, more important to me。あなたほど大事な人はいないのよと、私にとって。ということは、なんで、わからないのとか言うね。というようなことね。言ったりしてるところを見ると、もうすぐ死ぬんじゃないかと。ね。もうすぐ死ぬということを今、この歌い手はっていうか、これのこのなんていうのポエット、これをこの詩を書いた人はそう感じながら歌ってると考えないることもできる。そういうように僕なんかは想像したいと思ってます。まあいろんな想像をしながら味わえばいいと思いますね。というわけで、これで終わったのかな。オーバー、これで終わりですね。というわけで、この歌に関してはこれで終わります。